こんちは、フルチャです。今回はランクマ新シリーズで育成必須のバトレックスを量産する方法、冠の節減時短のコツを8分で紹介します。周回の時間を節約したいのに長い動画を見るのって非効率じゃないかというふうに思ったので、頑張って短い時間にまとめました。それでは本編どうぞ。まず全体像を確認すると、スイッチのユーザーでサブアカウントを作って剣盾のサブデータをスタートする、剣盾でチャンピオンになる、冠の節減のストーリーを進める、2位で A0 厳選をするという流れです。ストーリー序盤から冠の節減に突入すること自体はできるんですが、いざバトレックスを捕まえるとなるとチャンピオンになることが要求されます。なのでまずは剣盾のストーリーを時短で攻略します。またよくある質問として、サブデータ用にまた DLC を買う必要はあるのかという点については、これは買わなくて大丈夫です。まずはストーリー開始前に日時設定を 2000XX 年8月22日23時30分にします。これをやっておくと、後々いいタイミングでワットショップにクイックボールが入荷して好都合なので、ぜひ設定しておきましょう。ストーリーを始めたら設定を変更します。アニメーションオフだと御三家のアピールタイムとかのムービーがカットになるので、大幅に時間を節約できます。続いての分岐は御三家のどの子を選ぶかです。安定命中の狙い撃ちが強いメッソンを選びましょう。この後お母さんにお小遣いをもらうイベントがあるのですが、このタイミングで実はモンボももらっているので、すぐに何か一匹捕まえましょう。これをしておくと後々ダンデのレクチャーをカットできます。少し飛んでポケセンデビューの下りが終わったら、 SV 内でメッソンをボックスに預けてホーム経由で SV のメインアカに移しましょう。ユーザーを切り替えることで別のセーブデータも参照できます。 SV の育成リソースを使ってアメ XL、リゾチウム、控えめミントで育成。技に関してはフォームを通過するときにリセットされてしまうので、この時点では整えなくていいです。またストーリー終盤で使うことになる海洋画の方も用意しておきましょう。アメ XL、リゾチウム、控えめミントで育成してください。もしも海王ガの用意が難しい場合には、範囲攻撃ができる強めのポケモンで代用できます。バトレックスの A0、S0 厳選がしたい人は、さらに加えて何でもいいのでレベル100ポケモンをあと4体用意しておいてください。この4体はレベルさえ整っていれば OK です。育成完了したポケモンをボックスに預けて、ホーム経由でバトレックス用剣盾に戻します。ここでポケセンの技を思い出して、狙い撃ちを思い出して技一覧の一番上に配置します。海王ガについては潮吹き、水の波動、霊媚、原子の力という技構成にしてください。手持ちが1匹ならダブルバトルの NPC をスキップできるので、序盤のうちはインテレオンのみを手持ちに入れて行動しましょう。この後道なりで進めて、駅前でホップにスピードスターの技マシンをもらったら、これをインテレオンに使用します。この技は全体技なので、ダブルバトルの際にとても便利です。また道なりで進めていって、ワイルドエリアに着いたら巣穴を探索して100ワット以上集めてください。集まったら弱いポケモンを戦闘にして、野生と戦闘してデスルーラし、おばさん NPC にエンジンシティまで送ってもらいます。ここまで来たらエンジンシティ手前のスタッフに話しかけて、ワットとクイックボールを交換してもらいます。手持ちをインテレオンに戻すことを忘れないようにしてください。またここのポケセンでスペシャルアップを買っておいてください。エルダンと戦う際、ダブルバトルになったらスピードスターを押します。しばらく飛んでルリナジムの攻略方法です。ここの行き方は、最初のトレーナーを撃破して、右一つ目の赤スイッチ、左前の黄色スイッチ、さっき押した赤スイッチをもう一度、赤スイッチをスルーしてトレーナー戦、トレーナーの後ろの黄色スイッチ、さっきスルーした赤スイッチ、道なりで左の方へ、トレーナーが休みをしているうちに渡る、黄色スイッチ、トレーナーが休みをしているうちにまた渡って、左の赤スイッチ、最後に青スイッチを押してクリアとなります。エルダンと戦う際、ダブルバトルになったらスピードスターを押します。またマリーの初手グレックルは乾燥肌で水技が効かないので注意しましょう。今後もマリーはグレックル、ドクロックを手持ちから外さないので覚えておいてください。ハブのジムでは野生のポケモンを捕まえるミッションがあります。ここでは先ほどゲットした食い棒を投げることで速攻クリアできます。ここでゲットしたポケモンたちに経験値が入ると、レベルアップや技覚え、進化の演出が邪魔になるので、捕獲後はインテレオン1匹に戻しましょう。ナックルシティに行く際も、手持ちを弱いポケモンにしてデスルーラすることでナックルシティへ送ってもらえます。迷いそうなルミナスメイズの森は、入って右へ行ったらあとは道なりで行けます。ポプラのジムは問題は無視して、ひたすら A 連打で攻略します。最初は右へ曲がって、真ん中の陣地に足を少しだけ踏み入れます。この時戦闘にならないように注意してください。その後引き返して穴に落ちることで、このトレーナー戦をスキップした状態で進むことができます。2つ目のステージについては、この答えを参考にしてください。このトレーナーはスキップ可能です。3つ目のステージは視界が悪いですが、左際の壁に沿って1つ目の岩までたどり着いたら、岩に沿って動いて奥にうっすら見えるこの岩の縦ライン上でストップし、この岩まで進みます。岩まで来たら壁沿いで前の岩まで進みます。あとはこの岩に沿って安全地帯に乗っかります。アンチの真ん中あたりの岩に沿って進んで、右へまっすぐ進みます。岩に沿って上へまっすぐ、岩のちょっと先で止まって数歩左、その後前へ進むと斜め右に小岩が見えるので、それに沿って前の横長岩へ、岩に沿っていくらか進んで
この岩のところからまっすぐ次の岩の手前で反応が大きくなるので左に迂回してアンチについたら右側から回り込んでクリアです。レズのジムについてはダブルバトルが必要になりますが、カブジムで捕まえたロコンを相棒にするとレベルアップに伴う瞬間演出が出ないのでおすすめです。ジムの突破後は強制的に外に出されますが、控えしてこだわりメガネを拾いましょう。こだわりメガネをインテレオンに渡せます。キバナジムもダブルなのでロコンを相棒にしてスピードスターでクリアしましょう。キバナ戦についてはロコンのコマンド選択時にスペシャルアップを使ってインテレオンを強化してあげればスピードスターでワンパンできます。キバナジムクリア後はロコンを手持ちに戻してこだわりメガネもバックにしまうのがおすすめです。マリーがイチャモンを使うことがあるので積みを防止する意味があります。しばらく住んで偽スタッフ探しですが、右上壁を見つめているのが1人、中央カップルのそばに1人、左側電話ボックスに1人、これで全員です。ここで手持ちを海洋画に切り替えて潮吹きで攻略していきます。キバナ戦は初手のコータス以外は霊美で攻めていきます。その後はこだわりメガネを持たせて進めます。無限ダイナについても霊美で弱点をついて進めていきます。捕獲後は努力値が入らないようにボックスにしまってしまいましょう。ガンデ戦は手持ちが6匹いるので、こだわりメガネプラス潮吹きだと PP が切れてしまうので水の波動で攻めるようにしましょう。エンドロール後はザマザシを捕まえるイベントを進めるのも OK ですが、一応この時点でバドレックスへの道は開かれていますので、この動画では早速バドレックスコースに進みます。ザマザシが欲しい人はザマザシをやってからこの動画の続きへ進んでください。ブラッシータウンへ行き、ガラルヤドンを捕獲したら冠雪原へ出発できます。ピオニーとの戦闘になりますが、これは負けた方が早いので弱いポケモンで負けてしまいましょう。ダイマックスアドベンチャーをやってバドレックスの木造に冠をかぶせてやります。ここでの戦闘ではゲットできないので倒して村人にバドレックスの情報を聞きます。この時畑の前の人は人参の種を売ってくれるので、まずはこれを買ってその後もう一度話しかけて情報をもらいます。人参のおじさん、畑のそばのおばちゃん、もう一個の畑のおじさん、玉ざらしのそばのおばさん、村長さんに話しかけます。それをバドレックスに報告するのですが、村長がいないので探しに行きます。ピオニーの拠点の前を通ってレジのいる神殿の前も通って前進していくと畑があるので話しかけます。この後空を飛べて戻ったら時短ポイントがあります。本を読むことになるんですが、雪原の野菜のみを読んで外に出てください。そうすると読むメッセージ数が最低限で済む上に、この後の選択肢が減るので一石二鳥になります。この後は特に時短ポイントはないので道なりで進めてください。捕獲する際はちゃんと戦闘前に戦闘するかの確認が入るので、そこでレポートを書いてから突入します。A0S0 厳選がしたい人はここで手持ちをレベル100で埋めて設定をこのように変更してからレポートを書きましょう。その後は初手マスボで捕まえてバドレックスのステータス確認画面でこのステータスに当てはまるか確認することで厳選できます。このステータスになってなかったら再起動して厳選を繰り返します。ジャッジをした時にダメかもではなくまあまあと出るかもしれませんが、正確で加工補正をかけてかつランクマの使用でレベル50に補正された際には A0 と同じ値になるので安心してください。これで厳選と周回は終わりです。お疲れ様でした。このチャンネルではポケモンの最新情報や色違いの簡単なゲット方法など様々な動画を投稿していますので、そういう動画が見たいという方はぜひ登録・高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。クルチャでした。バイバイ。